にちは、石黒です。今回はフィールドポーチの紹介をさせていただきます。まずですね、フィールドポーチ、これポーチというだけあって本当はここにストラップができる状態なんですけど、ちょっと今回は説明のためこれでやらせてもらいますね。まずはまたこれも結構大口径、それで釣りに行かれる時などはもう一群ルアーを持ってちょっと釣りに出かけるような時なんかすごく有効ですね。この外側の大口径なポケット、ここをダブルロックでここを開くと中にはもうバーサス、こういった小物系のフックシンカー等を入れるバーサスのフックケースなんかはもう何個も入っちゃうぐらい、とても大口です。それでもまだスペースがありますので、釣り場で出した糸、ゴミ、こういったものも拾ってくださいね。で、ダブルロックです。そしてこのファスナーポケット、ここにつきましてはフック、シンカー、そういったものをパッケージごと入れることができます。そしてこのファスナー、このファスナーも樹脂ファスナー使ってますので潮がみとっても強いので、海のおかっぱり、エギだとかメバル、そういったところに行かれるときなんかとても有効ですね。この中を開けるとなんとガバッと開きます。そしてこれはルアーケース L、 これなんかはエギプロミニケース、そしてこれも中にウレタンシートを使ってますので中に入れるものは傷つきにくいです。これだけ物が入れるところが大きいと板細工と鍵だとか大切なものも一つのところに入れることができますよ。さらに側面フライヤーホルダーも完備してます。もう釣りに行かれる時の大切な一群だけ持っていけます。そして後ろ、ここにもベルトを通してここで止める、なのでベルトで止めたりだとかショルダーバッグなどにつけることももちろん可能です。でポーチとして使わない時なのかはここにカラビナ、これがありますので、またベルトループなどにパシッとつけてコンパクトに持ち運ぶこともできます。これもカラーが2色使いなので、ブラックカラー以外は2色使いですよ。なのですごくスタイリッシュに決まりますね。そしてこの生地はショルダーバッグ系に使われているようなリップストップで、とても丈夫な生地を用いているのですごく耐久性に強いです。以上、簡単な説明ですが皆さんはぜひぜひお試しください。